ありがとう。今日寒いよね。だからさ、ちょっと凍えながらお家に帰った。トントントン、トンパキトンキートン。トートーさん、ありがとうありがとう。あー、え、明日よろしくを見てフォローって、めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとうございます。トートーさん、ありがとうありがとう。ありがとう、トントンキートン。ここはどこでしょう。ヒントヒント、ヒントに絶対ならなかった今。ナシカありがとうそう、リコ TV 楽しみに待ってて。全部でもなんか全部投稿できなくてちょっと泣くんだけど。下手くそな猫さん、レインボースターありがとう。パンちゃんがリコチに爆笑。え、私もや、もうパンネットね話すの超楽しかった。久々に会った。ミニスタであんまり会う機会がないから。そう、暖房入れてないよ。シワイさん、レインボースターありがとう。僕ルイージ、あの椅子の上違います。下の人大丈夫。なんかムギュムギュムギムギ聞こえるらしい。トリダーさん、かわいい、ありがとう。カズナリさん、ありがとう。そうだよ、続きある。トン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 、パキトンキートン、アリマゴさすったったらだったったったらったったらったったみたいな、ちゃっ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 ちゃみたいな。なんか太陽が、太陽が太陽が何これ、アイソレしながら出てくる、ララ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 ラみたいな感じ出てくるから、再現 VTR 撮りたいなって思った。水源スピリットさん、お疲れありがとう。コウヘイヘイさん、ありがとうありがとう。長野のユーミヤさん、ハートありがとうね、ありがとうございました。お話し会ほんと初めましての人も多かったから、みんなに会えてよかった、ありがとう。ヤスベイさん、お疲れありがとう。フークありがとう。そうだよ、やんねえ、そうやんねえ、自撮りしてたカズナリさん、ありがとう。花びら、今日ここはじゃん、トントントン、パキトンキートン、アリマゴさすぼったら、あはエドモンドさん、ありがとう。カズナリさん、かわいい、ありがとうトランポリン、トランポリンです。今日はお仕事、え、姉が同じの買ってた。トン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 、パキトンキートン、アリマゴさすぼったらキャンタントンタランチョンミポメールにリコチ来た。なんでツンツルンツンツンツルツンツンツルツンツンツンって感じですトランポリンを手に入れました。トランポリンあった？その曲は何？フィリピンの童謡ですトン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 、パキトンキートン、アリマゴさすツツツツンツンツンみたいな。やばい、解禁しちゃダメ？なんで？わーい、おーわーい天井には当たらないよ。やんねえはね元気だようん、結構大きい。トントンパキトンキートン、アリマゴさすぼこれだよ、今日はこれ。あともう一つ、私は新しい購入品、新しい購入品があるよ。それは見て、このなんかピン、なんかこれはなんかのキャラクターらしいんだけど、パキティこれ可愛いから買った。自信
愛いから買っちゃった。うん、あ、私に似てるかも。そうそうなの、ダイナマイトを歌ってる人の似てる、私に、私に似てる気がしたから買った、シンパシー。ぶんちゃんハートありがとう。そう、今日結構テンション高い、似てるからちょっとシンパシーで買った。似合う？そう、私メイク中にピンがなかったから、そう買ったの。ぶんちゃん綺麗だよ、ありがとう。おでこもう前髪が長いからちょっと鬱陶しくなっちゃった。これからはちょっといいね。あ、私の方が可愛い？やった。ちょっと照れ顔ね。私に似てるな、ちょっとこの子。リーブちょっと BTS かと思ったら BT21 でリーブ21を連想しちゃった。そう、でもかわいいねこれ。もし BTS のファンの人がいたら申し訳ない。タンタントントンパキトンキートンアリマゴサスタタタタタンツンツンツツツ。今日は本当お話し会楽しかったですよ皆さん。私はそれですごいテンションが上がったまま一日を過ごしたね。前髪切りたいな。今前髪を切りたい。トントントンパキトンキートンアリーね。ほらロングロングタイマーゴーって感じなんだけど。オーマイガー。いやー、ツーショットかありがとうございましたね。長いでしょ、長くなった。いや貞子はやめとこう。落ちます、失礼いたしました、また来ます、バイバイ。落ちるって恋に落ちるのかな。ね、前髪を下ろして何をためらうってどういう意味なんだろうってすごい。前髪を下ろして何をためらうの、うん、どういう意味なんだろうって考えてる。すごい、だってね、私お話し会中に髪の毛が邪魔してきてね、こんな感じ、なんかチビッみたいな、やめてやめてってなった。めっちゃお話し会中に、今日お話し会は遅刻しかけたから。カーラー持ってないよ私、しかもちょっと汗ばんでる汗ばんだり。バイバーイ。じゃあ前髪切ろうっと。どこだけ切ろうかな。この毛は横毛だ。みんなのことを鏡代わりにさせていただきます。やばい、なんかおでこを出したらちょっとやめとこう。また今度ね。今日は本当はちょっとあるものを組み立てながら配信したいなと思ったんだけど、どうかな。どうかな。でもね、ちょっともう時間がなしこちゃんって感じ。今日は23時で終わろうかな。なぜかというと明日の朝早いよ。ピヨコちゃんハートありがとう。そう、朝早いよ。うん、もっとビッグなもの。無邪気に前髪上げてた子が急に前髪を下ろして美に意識し始めた的な。なるほどね。
そう、ちょっと横パイプと縦パイプ、そう、横パイプ翔先輩の出番が来るかもしれない、ついに。ああ、ハッシーさん、ハートありがとう。え、マジでさ、次5月2日ってやばいよね。5月1日もお話し会、5月2日はイベントとお話し会だっけ？5月3日か。今何の時間？え、やばいよね。そう、めっちゃリコチウィーク、みんなウィークって感じ。超楽しみ。5月、え、だよね。125だ、125。お話し会もあるし、ライブもある。めっちゃ楽しみ。東京進出ピンマイカー初めて。やばいよね。しかもめっちゃ、なんだろう、AKB さんの16期生さんも出るし。34、ゴールデンリコチウィークだ。ゴールデンみんなウィークね。ピンマイカー本当にすごい。なんかフラワーフェスティバルに出られなかったのがすごく寂しい、悲しい気持ちだったけど、でも逆に考えればピンマイカー初の東京進出だからめっちゃ嬉しい。スケモンさんバラありがとう。いつの日にか思い出せる、思い出せる、とっておきの恋をしよう、もしせ、あれ、いつの日にか思い出せる、え、どんな歌だっけ。いつの日にか思い出せる、思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい、そう、涙、いつの日にか思い出せる、トン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 バキトンキートン。いいね。え、品川超楽しみ。ピンマイカー本当にフラワーフェスティバルでみんないなかったから、ピンマイカーってそんなに、そうかなって思って すごい悲しかったし、そう。でもピンマイカーみんなで東京行けるって考えたらすごいワクワクで、人生で2回目の東京です。嬉しい。ゴリゴリ予定？嘘でしょ。寂しいんだよ。そうだよ。こんばんは。ともちさん、花びらありがとう。やばい、7枚目シングルが。7枚目シングルの MV は結構トランポリンって感じかな。フラフェス行く予定だって。まあそっち優先でも全然いいですよ。そう、まだ教えてもらってなかった。カニフミオさん、ハートありがとう。トン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 パキトンキートンアリマンゴーさすごったらヘルトンズンズカタンツツツンツンツルツンツンツンツルツン。ああ、今日は下の階の人に謝りに行こう。ごめんねーって。 PR 部隊、確かに。ピンマイカー R 部隊、ピンマイカー R 部隊、いいね。謝りに行こう。ウイロン持っていこう。ごめんね、すごく楽しい、これ。世界が広がって見えるね、トランポリンしたら。こっち顔見えない。そう、ブラジルの人。そんなに響くよ。多分。スカートって前と後ろでデザイン、前とサイドかな。
デニムと生地が違うなんかデニムとなんかプリーツみたいななってる。ありがとう、許してくれて。みんな下の人したら危ない。夜中はちょっとさすがにやめといた方がいいかな。このトランポリンいいね。気が知れた中だったらよし。下の人、ちなみに昨日謝る動画を送ったらバチが当たったよ。ん？どういうこと？おしゃれバーミニオン。ルル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 ルてるって言ってるかな。トランポリンの下にマット置かないの、おじれすって。置くつもりだったけど置いてない。ケンタッキーさんバラありがとう。私ってバチが当たったらいいのに。私なんてバチが当たっちゃう。いろんな意味でこじらないように、事故らないようにか。はーい、スカートアシンメトリーそうなの。トランポリン危ないの？ん？タコ足？タコの足？私？ハルルンさんお花ありがとう。おはっこりがそう全国に散らばった。あれは私の知っているファンの方だけど、この人かなみたいな。もしお話し会来ていなかったらごめんなさいって。タコ足これのことかな。え、呼んだ、え、え、本人、ご本人様もしかして。絶対嘘じゃん絶対嘘じゃん。ご本人様、うん、嘘。ちょっと前髪長いから多分明日後悔するから切っておこう。隠したよ、うんうん、こっちが開いちゃった。嘘、
嘘はいけないんだよ。エイプリルフールじゃないんだから。じゃあ前髪切ろうかな。この配信が終わったらね。トゥトゥルルルル。今隙間から目見えた。嘘でしょ。今日は今日のお話会は完売でたくさん話しましたか。楽しかったですか。たくさん話しました。あのね、めちゃくちゃ話した。しかもみんな楽しい人たちで、でそれで元気な人たちで、しーちさんハートありがとう、かずなりさんありがとう。でそれで結構5分とかが5分とかもあって、だからなんかすごいじっくりとゆっくり慌てずお話ができたけど、あっという間すぎてびっくりした。そう、あっという間すぎてもう終わってた。4時間あっという間だった。で楽しかった、とってもいい思い出になった。りょうじいさん花びらありがとう。それですごい飛び跳ねちゃう気分になった。飛び跳ねちゃう、飛び跳ねちゃう気分になった。だから嬉しさをみんなと共有できてよかった。危ない。めっちゃ笑ったよ、みんなのおかげで。めっちゃ笑った、ありがとう。差し入れはお弁当、ハリマンゴー、スカートアシメトリー、ムニだ。アシメトリー、うーん、ノットアシメトリー。カズナリさん花びらありがとう。うん、サブウックなくなって、ムニだ。気をつけて飛ぶ、テンション高いよ。いつもいつもムニだ。トリナーさんありがとう。あ、久しぶりにリコチとお話ししようって、やったー。再販も買うって言ってくれる人もいた、さっきコメントで。ありがとうございます。もしよろしければ次の再販も来た時はよろしくお願いします。5月の再販はもうない。そのパック、このパックいいでしょ。しーちさんハート、間違えた、花びらありがとう。カニフミオさん、レインボースターありがとう。そう、なんかいろいろと私話したことは忘れないので安心してください。料理は得意、うん、得意。トントントンパキトンキトン、 キートン、ありまごさすぼ、さすぼじゃないよね絶対、さすたみたいな反応能力。マジ例の帽子ど、ね、壁にかかってる。そういえばアンナピが帽子どうやって収納してるのって聞いてくれたから、写真撮って送ろうと。お話し会ははずいので今度サイン会もし、嬉しい、ありがとう。ララ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 ラ、みんなのおじさん笑っちゃう。ララ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 、みんなのおじさん、みんなの歌ってやつなのに。ピーヨコちゃんハートありがとう。シーフィーリーモン、シーフィーリーモン、今日は新しい中国語も教えてもらった。それは我是你的小人
How? あってる。わしにだ。あい。小面好。小面の。小面を。小面を。小面を。これは中国語で、あなたは私の綿入れ。あなたは私の綿入れです。って意味。綿入れは、あったかいみたいな。お布団。合ってる。うん。伊藤ひろしさん、ハート100個ありがとう。今日、そう。あ、わしにだ、シャオランパウ。シャオランパウ。あいはダメ。そう。あい。あい。は、悪口なんだって。今度教えてくれ。いいよ。なんて。我是你的，我是你的，我是我是你的小蓝袍。ダメ、わかった。No、ダメ。そんな悪い言葉を教えた人、本当ダメ。もう言っちゃダメだよ。腕を組んでって。三。レインボースターありがとう。心の拠り所。そうなんだ。そうなんだ。もうダメな言葉ですよ、それ。食べれるよ、小籠包。でもさすがに口の中には入れられない。心の拠り所なんだね。すごく。そういう意味か。ありがとうございます、本当に。皆さんのおかげで。ん?うん、ユースさんハートありがとう。やばい、くしゃみです。はい、ラリ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 、うん、わー、くわい、うん、にーはお、なー、シェシェ、りこちゃん温かい、ありがとう。皆さんが温かいので私も温かいです。うにょうにょ、 Bless you, thank you。 今日はゆみこ姉さんがくしゃみしてたから Bless you って言ったら、あの、届かなかった。届かなかった。シェシェシュシュ。ユミコ姉さん好きだよ。ユミコ姉さんはおはっこりって言ってくれる。ユミコ姉さんお隣でヘアセットしてた。ハルルンさん、かわいい、ありがとう。うにょって言うんだね。を愛に言えるかな。 ER さんファンクラブ、だんだん君を、君と同じ言葉が使えるね。我愛に言えるかな。チャンチャチャチャンチャチャチャンチャチャ。嘘、あと10分でこの配信終わっちゃう。今日は本当に皆さんのおかげで楽しい一日が過ごせました。本当にありがとうございました。明日はですね、リコチが成人したら一緒にお酒飲むって言ってたよ、ユミリンさん。本当にユミコ姉さん、本当に実現するの？嬉しい。だって冗談じゃなく本当に覚えてくださるなんて。明日も頑張ります。明日はね、楽しいよ。明日でも早起き。私はきっと7時に起きます。おう、目が痛くなっちゃった。びっくり。そう、ゆみこ姉さんタムキチになってた。そう、タムキチじゃなかった、タヌキチ。
たぬきちね、こっちの目がおかしくなったから、ちょっとそう、あと1年でゆみこ姉さんとお酒を解禁。こっちの目何起きた、早起き頑張る。嘘、6時起き。クアトロ配信ないの、嘘。あ、ちょっと待って、本当にちょっと、うわい、みーちゃんさんが私の話してるの、どんな配信話してるの。とりあえずゆみこ姉さんとコラボ配信したいな、いつか。あとはカラコン、うん、コンタクトレンズなんだけどね、さっき目ん玉が痛かった。褒めてた、クワトロ。それはもう行くしかない問題だ。クワトロ配信ない問題、それはもう来ないといけない問題だね。本当に今月は行くと決めてたって。そう、ゆみこ姉さん、え、じゃあコラボの申し出しよう、ゆみこ姉さんに。あとは今日ほのたんさんと一緒にあのね、 YouTuber ごっこしたので、それでほのたんさんのバッグの中身紹介もしてもらえて楽しかった。ほのちこチャンネル、ほのちこチャンネルでした。そう、うん、かきちこでもいいな、かきちこ、かきちこ。ゆみみこ姉さんは素敵、10分しかないって言ったら10分もあるよって、素敵な考えだ。あとはね、あとはみーちゃんさんは今日はミナドンじゃなくってミーナース、そう、チョリ、チョリース、チョリって韓国のアイドルの方ですっけ、なんだっけ、アイズワン、ゆみこ姉さん、そうだね、コラボ配信申し出ちゃおう。あと今日はソラハさんともお買い物に一緒に行けたからめっちゃ楽しかった。なんだ、中西千織さん、ちょっと調べてみよう、似てるの私、すごーい、見て、コンタクトをぐちゃぐちゃにしようとして最悪な人だ、コンタクト吸わせちゃおう。こっち固め、ラーメン美味しい、めっちゃ美味しいよ。天一行った、でこっちのバッグ紹介もしてたよ、今日の今朝の購入品紹介してた。うん、スラハさんお買い物クラブ、天下一品美味しかった。待って、これ言ったら本当に怒られちゃうね、本当に怒られちゃう、ラーメン禁止令が出てるんだよ私、本当に最悪、私は規則を破った悪い子、みんなは内緒にしてください。でこれを、この配信見た人は今すぐ皆さん記憶を消してくださいね、ラーメン禁止令は本当に日本全国から出てるので、そう、ちょっと本当に指名手配されちゃう、やばい、指名手配されたら困るから、じゃあ壇上の方をお呼びいたそうか、あ、ちょっと見えちゃう、お呼びいたそうかな、あ、これがいいね、じゃあありがとうございました、ありがとうございます。あ、あのマネネは知らないマネネ、ふぅ、じゃあね、四千頭身の真ん中の人は違うマネね、マネネは
私の中では前田敦子さん。そう、じゃあね。みずっちさん、カムサハムニダーさん、ぬらさん、いっちゃん、こうへいへいさん、長にゆみやさん、あーシェイシェイさん、テラさん、トリダーさん、りょうじいさん、ペンギン兄さん、 UW2 さん、おきゅうとさん、のりみおさん、たこみんさん、エルジエシムさん、ジュノラニカさん、ゆゆっこりさん、せいちゃん、SS さん、ちゅうちゅうさん、坂田慎吾さん、かにふみおさん、かうちゃさん、たっくん、もびさん、CO2 さん、ティユさん、いけのんさん、りこぽぽさん、マシャさん、腕を組んでさん、伊藤ひろしさん、ぶんちゃんさん、はるるんさん、そして本日の秋元先生役は、ぼやき先生です。ありがとうございます。エドモンドさん、つぬき、かずなりさん、そして本日のオムレジン第3位は、つなきちさん、ありがとうございます。そして2位は、渡辺さん、ありがとうございます。そして第1位は、とうとうさん。今日は本当に、もう、合計、1日分、その話した気がする。かずなりさん、ありがとう。Thank you for watching my streaming. ありがとう。じゃあね、みんな。みんな頑張って、これからも。そう、バナナされたから、ほんとバナナ、バナナ危ない、バナナ危ない。なりっこり一日だと同じ。いっぱい話した。バイバーイ everyone。 しかもとうとうファミリー、ハリーファミリー楽しかった。ありがとう、良き経験をさせてくれてありがとうございました。じゃあね、今日来てくださった方々、うわすごい、世界が明るい、本当にありがとう、めっちゃ愛が深まりました、ありがとうございました、本当にありがとう。みんなよく寝るんだよ、バイバイ。明日朝早い。